先生、こんにちあ、は。こんにちは、北山です。この間先生のお話であった中で、学科がすごいできて、大学に受かって、それで今アーティストとして活躍してるっていう。で、その方はあんまり絵は上手じゃなかったと。つまり学科の力で入って、で、後から伸びたっていうことですよね。その大学、在学中には、画力もなんかアップしたらしくてですね。で、それはやっぱりその大学に入る前のその予備校の段階で培ったスキルっていうものが花開いたっていうには聞いたんですよ。だからそのいわゆるその技術的な方のがいつ花開くかは、個人的あ個人の個人差があるんでしょうけれども、学科に関してはやったらやった分だけもう即すぐ帰ってきますからね。きっとですね、その彼は大学に入ってそのスキルが花開いたっていうのは、花開くべくして花開いたんだと思います。で、もちろんそれまでのまずは大学が入んないといけないので、その大学に入るために学科をね、まずは頑張ったっていうのも、その彼にとっては、その彼の人生の中でやるべきことをやってきた当然の結果だっていうふうに言えると思うんですね。だ、そういう意味で、たとえ学科でも補欠で大学に入り込んで、そこで花開いたっていう、その話を聞いてですね、なんか聞いてるだけ嬉しくなりました。だ、そういう生徒もいますんで、とにかく学科は諦めずに続けてください。必ず恩返ししてくれますんで、これも保証しますよ。頑張ってください。キャットムービー立ち入りよろしくお願いおし願まいしす。ます。お願いします。